それではこれからマルチリンガルランゲージプロセッシング from bytes というタイトルで文献紹介を長岡技術科学大学の竹野が報告いたします。ナックル2016の論文です。簡潔に概要だけ述べますと、バイト列から LSTM を利用した系列学習で、品詞付与と固有表現のタスクでほぼ、多言語において、ステートオブザアートな手法を、達成することができました。で、バイト列から学習するので、前資料ほぼ全くなしで学習しています。で、バイト列からスパン学習するものです。で、多言語で単一のモデルにおいても成功していますっていうのが簡単な論文の概要になります。で、自然言語処理は基本的にこれまでの手法として、パイプライン処理っていうのが基本になります。で、単語分割、品詞付与、構文解析、意味解析みたいな、だんだん高度な解析になっていくように、パイプライン処理が必要になって基本になっていて、前段の情報後段の処理のその後段の品詞付与とか、構文解析とか意味解析で、前段の部分情報を利用するため、前段で間違えるとそのまま後段の処理も性能が必然的に下がるみたいな話がよくあります。で、これらの構造情報、自然言語処理の魚なんですけども、構造情報っていうのは基本的にスパースで、超高次元なものが多いため、後段の学習をしていこうと思うと、やっぱり高次元な組み合わせの数がどんどん膨大になっていくため、とても高次元になって学習しづらい、しにくいものになってしまいます。で、ディープラーニングの台頭によって、ある一つのモチベーションとして、これらの超高次元な、特徴空間をある程度の密で、連続的な中間表現に落として学習して、で、後段の処理につなげていきたいっていうモチベーションが一つあります。で、今回紹介する論文は、そういった話の、流れの一つになっていると思っていて、で、今までですと、単語で学習するとスパースになるだったら、文字ベースで学習すれば文字の種類数だけで、特徴次元は基本進むので、まだ学習しやすくなるだろうっていう話があって、文字ベースの学習の成功っていうのはこれまでにもいくつか報されてきてます。で、文字ベースでの学習っていうのは例えば2003年にもすでに出ていて、こういう表現抽出とか、単語対応や、あと著者情報の推定の話とかもあります。で、さらに結局文字ベースでこうやって推定してたんですけども、結局その文字エヌグラムとか考えるとまたやっぱりすごいスパースになりやすいっていうのがあったんですけども、ディープラーニングの、発展によって、LSTM や、コンボリューションニューラルネットワークみたいな、組み合わせをそのまま組成と抽出する必要がないような形で、タスクのデータの学習ができるようになってきて、できるようになってきました。で、LSTM っていうのは、3つのゲートを通常のセルに設けることによって、長い依存関係の記憶とかできるようになります。で、この LSTM を使うことによってその入力を遮断するや、出力ゲートを遮断する、あと忘れるっていった機能が作れるため、見違いや記憶に対してもある程度強くなるという報告が2015年にすでにされています。で、コンボリューションニューラルネットワークの方は、画像認識の方で、非常に発展した手法なんですけども、これを自然言語処理の方にも転用しようという話があって、特徴空間が畳み込みされるので、特徴空間を畳み込んで次の層につなげるっていうような処理を行うことによって、人間が言語を認識するときに、一つの単語を複数の単語の中から、一つの単語だけを注目するみたいな形ができるようになってきて、その他の情報は捨てるみたいな機構が作れるようになってきまして、フレーズ認識等ができるようになってきました。で、ここら辺が最近、非常に発展してきた分野になります。で、すみません、Byte2String って書いてるんですけど、Byte2Span です。はい。で、今回紹介する Byte2Span による自然言語処理っていうのは、今回はもうバイト列による言語処理ですね。でバイト列を使うモチベーションとしては、もう非言語依存、バイトで全ての言語の文字列が表されるため、ある意味一番ユニバーサルな言語と言えます。でバイト列を使うため、基本的にはバイトの表現可能な範囲っていうのが1バイト256種類なので、非常に語彙サイズが小さく済みます。でバイトごとに基本入力するため、1個のユニットのシンボル数っていうのは250プラスアルファで済むという話になります。でモデルサイズも結果的にここがボキャブラリが小さいとサイズも小さくできるので、かなり軽量な、モデルが作れるっていうことです。で、バイト列っていうのは言語処理やってる人からすると、あまりそんなこと本当にできるのかっていう感じがするんですけども、これを音声処理ではもうすでに似たようなことをやっていると考えることができて、例えば、信号の系列ですね。信号の系列っていうのは結局、バイト列で表されるわけなんですけども、バイト列から音声認識だと、その信号のバイト列から記号列を推定するような形っていうのがすでにあるわけです。で、今回の報告としては、これを自然言語処理にも適用して、実際にバイト列で自然言語処理しても結構いい性能が出るっていう話をします。で、Byte2Span を支える2つの枠組みっていうのが、可能になった、バイト列で言語処理するっていうのが可能になった理由が2つあって、ディープラーニングとかでさっきもよく出てきます、LSTM ですね。LSTM ユニットの導入と、Sequence-Sequence Model の導入が挙げられます。で、LSTM では、出力を溜め込む、入力を遮断する、状態を忘れるといったような、ゲートユニットっていうものを導入することによって、短距離や、長距離の依存関係の構造が、把握になるというものです。で、この LSTM を使ってしまえば、例えば文字エネグラムに対しても、基本的には1グラムごとに、認識する、記憶を覚えておくか忘れるかみたいなことを、自動的に学習することが期待できるので、例えばエネグラムモデルのような高次元な組成空間っていうのが必要なくなるっていうのが、まずありますと。でByte2Spanを支えるもう一つの枠組みっていうのがSequence-Sequenceっていうモデルですね。これは機械翻訳の方で台頭してきたモデルになるんですけども、入力に対して可変調な、入力が5だとして出力は今までのポスター言語とかにすると、入力が5個の単語を入れると出力は5個のラベルっていう形で、入力に対して固定調の出力は固定調だったんですけれども、このSequence-Sequenceで機械翻訳で出てきたんですけども、それによって入力に対して可変調な出力が可能なモデルというものが、作れるようになりました。で、今回はこの2つの枠組みをうまく利用して、ポスタギングとこういう表現抽出っていうのをやっています。こういう表現認識ですねをやっています。実際にどういうふうにやってるかというのがこの図になります。で、文字列があるんですけども、基本的にはその文字列をもう完全にバイトごとに分解してしまいまして、UTF-8 のバイトごとに分解してしまって、で、モデルに対して1バイトずつ入力をしていって、この最後のシンボル列を出力してもらうみたいな形になっています。で、これをシークエンスとシークエンスモデルで作っていて、実際にどういうふうになるかというと、バイトでどんどん入力していくんですけども、全部入力し終わったら Go っていう特別なシンボルを1個用意しておいて、Go って入れて、出てきた出力をどんどん次の入力にしていって、最後ストップが出るまでやっていくという形になります。で、今回のモデルでは、その問題の形式ですね、ポスタギングやこういう表現認識の際の、エンコードはどういうふうにやってるかというと、文字のスタート位置と長さとラベルっていう形のトリプルに、データの形式を変換します。でこれを目的出力として考えます。で、スタート位置っていうのは適当に分頭から S0、L13 とかパープレキ、S0 とか S1 とか文字の長さですね。文字の相対的な始まるポジションですね。になりますと。で L っていうのがその文字の長さで0、この記号の意味だとバイト0バイト目から13バイト目までの単語っていうのがPR のラベルでやすっていう感じです。でこっちはバイト26バイト目から1137バイト目までの、バイト列が、位置を表すロケーション LOC のラベルになりますっていう形になっています。っていう形でシークエンスSequence-Sequenceのモデルをやっています。でさらに入力するときに、これらの入力のトリプルを組み合わせをするのではなくて、学習とか時には、これらをそれぞれ別の系列、この3つの系列がどんどん出力されていく。なんで文字のスタート位置入れたら次に長さが出てきて、長さを入れたら今度はその長さのラベルが出てくるみたいな形で学習するようにしています。でこれによって、特徴空間が出力のラベルっていうのが、スパースにならなくて済むので、より効率的に学習できて性能も良いそうです。はい、で、学習の推論の話です。で、理想的にはバイト列でやっているので、文章の頭から文章の最後まで情報を入力して、で系列を全部出力するっていうのが、一番理想的なんですけども、それを計算する学習する際の LSTM だと、再帰的にどんどん連番を一つのユニットで繰り返していくので、後輩計算っていうのが、文章全体でやるのは無理だという話になります。で、今回はその誤差伝播の関係からも難しいってことなので、今回は学習では文章を60バイトごとで区切りを1個の事例と考えてミニバッチ学習でやっています。ミニバッチサイズは128ぐらいですね。で、1個ウィンドウが60バイトのウィンドウがあると考えてもらって、その文章の頭から60バイトの事例を1バイトずつどんどんずらしていって学習事例を大量に作ります。で60バイトごとで区切って、しかもそれをスライドさせていくので、エネグラムみたいな感じで60バイトグラムみたいなものができて、それが1個の学習事例になるという形です。でこれを作ることによって、文のある程度文が人間は文のある程度部分的な文だけであってもある程度ちょっとこういう表現の認識ができると思うんですけども、事例がたくさん作れるので、比較的ロバストなものができるという話があります。でさらに合計なモデルを作るために、この60バイトにさらに、ドロップシンボルっていうものを、60バイトのうちの 20% ぐらいのバイトなので、だいたい12バイトぐらいですね。12バイトを、平均的に12バイトぐらいを、ドロップシンボルとかに置き換えて、学習することによってより合計なモデルが学習できます。でさらに学習時のテクニックとしましては、出力を出現位置が遅い順に早い順ですね、出現位置が早い順に並び替えることで、早く収束するそうです。でモデルとしては、320ユニットを4層重ねた、パラメータサイズ的には、900K ぐらいのサイズのものを使っています。で推論は完全に合力法でやっているそうです。でビームサーチでもやっていたんですけども、有意差が出ないぐらいに性能差はそんなに出ないそうで、合力法でも合力の方が早くできますし、そこそこの性能も出るということだそうです。で、学習時間は CPU でやるとだいたい数日ぐらいで、 GPU でやると数時間ぐらいで終わるそうです。で実験設定です。ここまででバイト列の認識、Byte2Span の、モデルの話をしたので、ここから実験になります。で今回の比較対象としましては、多言語でのセット・オブ・ゼアとの品詞付与とこういう表現認識機と比較を行っています。でポスタギングはデータは、ユニバーサル・ディペンデンシーのデータを使っていて、で比較対象としては、CRF モデルで CRF に対して、拡張組成を追加したようなモデルが結構、現在主流だと思うんですが、現在主流の方法を使っています。で、この性能っていうのは大体スタンフォード・ポスタガーと同程度の性能を出せるものを使っています。で、こういう表現認識に関しては、CONLL2002 と2003の、多言語、こういう表現認識データセットですね、4言語あるものを使っています。で、ここら辺に関してはその時のコンペティションの一番高性能のものだとか、最近の一番、性能が高いものなどを使って、比較を行っています。で、これがこういう品シャギングの方の結果になります。で、この結果があって、言語としては13言語で、4つの手法が CRF ベースと Byte2Span の手法の形になっています。で、CRF プラスベース CRL の方はそれぞれ言語別に1つのモデルを作って、性能を出しています。で、Byte2BTS の方は、この BTS のスターがついてない方がもう言語完全共通のモデルでやっていて、で BTS スターの方が、各言語ごとにモデルを作った場合の結果になっています。で、基本的に結果としまして、まずこの BTS と BTS スターの比較なんですけども、バイト列なので基本的に非言語依存で学習できるんですけども、全部の言語をまとめて一つのデータセットとして、言語ごとのデータセットがあるんですけども、それを全部まとめてこういう表現のデータとしてこういう表現認識のこれ品質付与のデータとして使って学習した方が言語別に作るよりか性能が高いことがこのまず平均的に言えます。で、平均的に言うと大体1ポイント近くそれより高いものになっています。で、既存手法と BTS を比べると、外部資源を使った CRF プラスっていうのが大体性能が平均で 96% 出てるのに対して BTS っていうのが 95%、約もう 96% ぐらいの性能が出ていて、ほぼ同程度ぐらいの性能が出ていることが分かります。さらに驚くのが、フランス語ですね。フランス語がここにあるんですけども、フランス語が大体フランス語じゃないですね。フィニッシュですね。すみません。フィニッシュの方とかになると 1.5 ポイント近くの性能差がついています。すみません。フランス語は間違いです。で、はい。で、なんで言語によってはもう BTS バイト列で学習した方がかなり性能が良くなるというのが、驚く結果になっていると思います。で、次こういう表現認識です。こういう表現認識の方では、英語の方が最近やられている英語の方が基本的には強くて、バイトストリングの方はそれにはまだ全然及ばないんですけれども、大体英語ではセカンドぐらいの性能です。で、多言語の観点から見ると、どの言語のものよりも大体高い性能が出ていて、共通モデルではもう多言語の観点からすると共通モデルっていうのは解消しているというぐらいの性能が出ています。で、前処理もなしで、バイト列だけ学習して他の言語より今までできた手法よりも多くの言語で、これだけの性能が出るっていうのは、すごい驚くことなのかなと思います。で、最後に実験結果の結果として、これがそのバイトスパンの特徴空間を t-SNE でマップしたものになります。今回の、学習では多言語のデータを単一で学習しているんですけれども、大体同じ色っていうのが、同じようなこういう表現だと考えてください。で、この特徴空間から面白いのは、全く文字としては別々の単語を使っているんですけども、特徴空間を見ると、いろんな言語が混ざっているにもかかわらず、同じようなラベル、オーガナイゼーションだとか、ロケーションとかその他とかいろいろなこういう表現のことに一つの塊になっているっていうのが特徴空間から分かります。でこういう学習がバイト列からでもできるっていうのが非常に面白いのかなと思います。はい、でまとめです。Byte2Spanによる学習でこういう表現認識と品種表のタスクで多言語単一モデルにもかかわらず外部資金も使わずに既存手法よりも優れた結果っていうのを出すことができました。で英語においては品種表では正答法ゼアとほぼ同程度の手法なんですけど、CRF 英語にちょっと及ばないぐらいの手法なんですけども、多言語で考えてみるとバイト列だけ使うだけで多言語データの品種付与記とこういう表現認識が作ることができました。しかもモデルは1個なので別の言語のモデルを用意する必要がないっていうのが大きなメリットになります。で、今回の考察の一つ、最後の考察です。今回の比較対象っていうのが主にスペース区切りの言語を中心にやっていたので、最近日本語とかでもそういう RNN を使った、トークナイズとかっていう話はよくあるんですけども、こういったバイト列の話が日本語とか中国語のスペースがないようなものにもいけるかっていうと、ちょっと議論が分かれるところだと思います。でただ、スペース区切りの言語においてはこれが、バイト列で認識するだけでも、こういう表現認識と品種タギングで、多言語のモデルが作れるっていうのは非常に、一つの大きなパラダイムになるのかなと思います。はい、っていうのが感想になります。ということで、文献紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。